こんにちは。今日ですね、スマホを家に忘れちまって、老化現象を感じる今日この頃です。でですね、今日はながら練習、何々しながら、テレビ見ながら、映画見ながらみたいな。そして僕最近ハマってるながら練習があるので、それを紹介したいと思います。こちらです。はい、ながら練習。今日はですね、このゴムのバンド、これを使います。これですね、去年コロナでジムに行けなくなった時に、家でなんかトレーニングしようと思って買ったんですけど、まあ最近はもうジムに行けてるんで、使うことがあまりなかったんですけど、ちょっと使ってみようかなと思って、使ったら結構面白いんでハマってます。それで僕これテレビとか見ながら、僕テレビ持ってないんで、パソコンで映画とか見ながらやる練習、ドラムのための練習。ただ効果があるのかはちょっと分かりません、ぶっちゃけ。まあ何もやんないよりはいいかなと。まあこういうのって、実際あんまり効果ってあんまりよく分かんないですよね、こういうスティックを持たない練習っていうのはね。でもまあ何もしないよりはおそらく何か効果があるだろうと思ってやってますが、ただ筋トレ、ジムとか行ってなんかこういう大胸筋つけるやつとか、なんかこういう背筋つけるやつとかやるんですけど、ドラムにはそんなに意味ないかなと。健康を維持するために言ってるようなもんで、ドラムを叩くために必要な筋肉っていうのは多分そんなに鍛えられないかなと思うんですけど、まあゼロではないにしてもね。それで例えばなんかアスリート、オリンピック選手とかはその競技に即したトレーニングとかしてるじゃないですか。まあ例えばスケート選手とかだと太ももがすごく太くなったりとか、なんかドラムの叩くのに必要な筋肉って何なのかなとかって漠然と思ってたんですけど、まあ、これ使ってですね、僕いつもやってるのは、最近こうハマってるんですよ。なんか何でもいいんですけど、タンスの取っ手でもいいし、なんかこう何でもいいんですけど、こうつけます、こうつけますね。それでこのバンドにこの指3本指、中指、薬指、小指かけて、まあ引っ張ってある程度負荷をかけますね。それで親指と人差し指はスティック持ってる手で、まあなんかこんな形で、それでこの指でこう開け閉め、僕は結構こう早くやるんですけど、まあ負荷をかけてスティックこうやって持って、こうパシ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 ってやる練習とか、まあこう持って、こう何て言うかな、スティックをこう指で早くパーンってこう締めるエクササイズとかもあると思うんですけど、それのゴム紐バージョンみたいな感じです。こう負荷かけて、それでこの3本の指だけこう開け閉め、まあ、ゆっくりやってもなんか効果あるのかもしれないですけど、僕結構早めにやって、で疲れたら今度逆の左手やったりとかして、でこれもテレビ見ながらできますから、まあ、片手でやりますけど、両手あればなんかこう両手こうできるかもしれないですけど、こうやりながら左手でビール飲んで、右手で練習っていうか、まあちょっとこうやって目は映画を見て、はい。でこれですね、なんか他のゴム紐とか、あとゴムのチューブとかあるじゃないですか。ああいうのだと指をこう閉じた時に こっち行っちゃうんですね。指の根元に行っちゃって、こう練習ならないんで、だからこれがいいんですよ。このバンドだとこう、指の先までかかってくれてずれないので、こうやってやっても閉じても、これ紐だとこう閉じた時にこうなっちゃうんですよね。ここに来ちゃうんで、それでまあ最近僕これちょっとハマってます。効果は分かりませんけど、まあ、こういうのってモチベーション上げるのにも使えるんで、こうなんかいつも練習してるぞ俺みたいな、そういうのも結構気持ち的にも大事かなと思うんで、こうやってやるだけで、よし今日も俺も頑張ったぞみたいな、さあ寝ようみたいなね、精神衛生上もいいかなと
でも実際ちょっと効果はあるのかなとなんとなく思ってますけど、こうやって早くやったりとか、まあ、遅くやったりとか、まあ、こうやってあと負荷のかけ具合も思いっきり引っ張ってあげればきつくなるので、あのかけ具合も簡単に変えられますし、今これ足で押さえてるの、これ引っ張ったら倒れちゃうから押さえてるんですけど、あとタンス の開き戸とかも、あの足で押さえてないとあの蓋バーンって開いて開きますから気をつけてください。はい、まあ、これ別に買えとは言いませんけど、これ意外に高いんでね、あのもし持ってたら、あとなんか他に代用するものとかあれば、あの使ってみたらどうでしょうかと、そういうことでした。はい、どうもありがとうございました。